ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。私ね、この前、高校生にゲームよこせって、カツアゲされていた小学生を助けてあげたのよ。その子の親や先生にも感謝されて、美談のように扱われたわ。それは良いことをしたな。霊夢は正義のヒーローだぜ。でも本当はその子が持っているレアカードが欲しかっただけなのよね。後で交渉したらくれたわ。ん？それはただのビジネスだな。まあ、そういう美談だけど実は創作だったみたいな話は戦国時代の武将にも結構あるんだぜ。そうなんだ。武将の美談の裏側も気になるわね。ぜひ解説してよ。というわけで今回は戦国武将の美談の嘘について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは敵に死を送るっていう言葉の元になった上杉謙信と武田信玄の美談からだ。この話はライバル同士だった二人が、困った時には助け合った話として有名だな。確か上杉謙信が武田信玄に死を送ったのよね。そう言われているな。この送った日とされる1月11日が潮の日になった。記念日にもなっているのね。すごく良い話ってイメージだけど、でもそれって本当なのかしら。実は謙信はただのビジネスを続けていただけっていう話だぜ。発端は信玄が当時の同盟者である駿河の今川氏真との関係を悪化させたことに始まる。駿河は今の静岡県あたりに位置していて、武田領に塩を供給していたんだが、関係が悪化して氏真が塩の供給を止めてしまったんだぜ。でも塩ってそんなに重要なものなの？塩は人間の生命維持に必要で、食料の保存にも必要なものだから、今も昔もめちゃめちゃ重要だ。武田領の海は海がない内陸の国で、塩はすべて駿河湾で取れるものを今川氏を通じて買っていたんだ。信玄さんは困ったでしょうね。それを知った謙信が、氏真の行動を卑怯だと言って、越後で取れた塩を海に送った。これが敵に塩を送るの由来なんだ。謙信の男気を感じるエピソードよ。その話が実は史実ではないということかしら。そうだな。塩の故事が記されているのは1696年元禄9年の謙信公5年譜だぜ。この書物は、上杉家が越後から米沢に移った後に完成したらしい。戦国時代が終わった江戸時代の書物ってことね。そうだな。この書物で謙信は氏真から塩を留めるよう頼まれたけど断ったと書かれている。さらに、人道に背くことはできない。信玄とは弓矢で戦う。って言ったらしいぜ。まあ、ちゃんと記載されていて一見、史実のようだけれど。裏付けがないんだよな。最近の研究で謙信公5年譜の記述は間違いがあることが分かってきているんだぜ。上杉家の歴史を綴る中で脚色されていったのかもな。確かに当時の手紙とかの一時資料で裏付けができないと、事実とするのは難しいものね。まあ謙信がただで塩を送ったかどうかはわからないが、氏真のやり方に同調しなかったのは事実のようだ。つまり、海への塩の流通は止めなかったんだぜ。要するにビジネスを続けていただけということね。そういうことだ。謙信は軍神の一面もありながら、ビジネスパーソンでもあった。当時は戦国時代で、戦には大金がかかるからな。資金を得るためにビジネスはいつも重要だったんだぜ。だから塩の流通を止めるわけにはいかなかったのね。そういうことだ。まあ謙信は信玄の困窮をビジネスチャンスと見て行動したのかもしれないな。一方、信玄は感謝の意を示すために、謙信に刀を送っている。通称塩止めの太刀と呼ばれているぜ。ただで塩を送ってくれたことではなく、塩の流通を止めなかったことに対する感謝なのね。そうだな。その他の武将からも謙信の義を重んじる性格は認められていたから。謙信が塩を送ったという話が広まったのかもな。それが後世に肉付けされて伝わったとも考えられるんだぜ。結局は時代とともに伝言ゲームのように美談化していったってことね。続いては、中国地方の名手、毛利元就だ。元就の三本の矢は有名な話だけど、実はこの話も作り話なんだぜ。これも嘘なの？戦国武将の美談といえば毛利の三本矢ってくらい有名よね。でもこのエピソードって具体的にはどんな話だったかしら？元就が臨終の際に、三人の息子を集めて一本の矢を折るように言った。一本ずつ折るのは簡単だが、三本まとめると折れないことから。三人が結束して毛利家を守ることの大切さを教えたとされる逸話のことだ。なるほどね。やっぱり良い話のようだけど、これも創作ってこと？そうだな。実際には江戸時代に創作されたものらしい。やっぱり根拠がないってことなのかしら。
それもそうだが、実は長男の毛利高元は元就が亡くなる前に創生している。だから、三本の矢の話は辻褄が合わないんだよな。これは決定的な矛盾ね。ただこの逸話は、三司教訓状という書状が元になっているらしい。この教訓状は、元就から長男の毛利高元、次男、吉川元春、三男、小早川隆景の三司に送られたものだ。内容は高元を養子となった元春と隆景が支えて、毛利家を永続させるよう願うものだったぜ。書状は長さ3メートルにも及び、毛利という名字を永続させるように心がけよと書かれていたんだ。まさに毛利家の永続を願った父から息子たちへのお願いだったと言われてるぜ。随分と長いものだったのね。よっぽど心配してたんだわ。さらに3人が父の意向を協議した後、連名で受け書を提出させ、教訓上の趣旨に従うことを誓わせるほどの徹底ぶりだったんだ。そこまでしなくてもよかったんじゃない？そう思うけど背景には、毛利家の不安定な状況があったんだぜ。この書状が書かれた時期は元就が大内氏を滅ぼし、周防の国、長門の国を平定した後、周防の国で大内氏の残党を鎮圧していた時期だ。元就はすでに61歳だったが、臣下たちはまだ完全に服従していなかったんだぜ。なるほどね。いつ下克上されるかわからなかったんだ。そういうことだ。毛利家は元就の代で拡大したけど、まだ強固な支配権を確立していなかった。だから常に毛利家の未来を憂慮してたんだ。そこで元就自身の経験をもとに、敵に対抗するには毛利家内部の結束が必要と考えた。信頼できるのは肉親だって三人の息子たちに教えようとしたんだな。毛利家を末永く存続させてほしいという思いから、そうしたんでしょうね。その結果、教訓上のおかげで毛利家は一丸となったんだぜ。高本は創生していたから家督はその子供の照元が継いだんだが、彼はまだ11歳だった。でも次男の元春と三男の高影は教訓上を厳格に守ったんだ。彼らは毛利の養戦と称され、毛利本家をしっかりと支えた。それで毛利家は織田信長や豊臣秀吉とも渡り合えたのね。そういうことだな。それでも多くの困難があったけど、毛利家は本家を守り抜くことを最優先した。だから江戸時代には長州藩として生き残り、明治維新の立役者にもなったんだ。具体的に高影と元春はどうやって毛利家を支えたのかしら？毛利家は高影の外交手腕により、豊臣秀吉と友好関係を結ぶことができた。豊臣秀吉に従って戦い、朝鮮出兵にも参加して存在感を増していったんだ。毛利家のためにうまくやっていたってことね。そんな中、毛利輝元に秀吉の甥を養子にする話が持ち上がった。ところが、秀吉の血が毛利家に入ることを恐れた高影は、機転を利かせ。高影自身が子供がいなかったから、秀吉の甥を自分の養子にすると提案したんだ。それによって、毛利家が豊臣家に完全に取り込まれるのを防いだんだぜ。自分の家の家督は譲りつつも、毛利本家には手を出させなかったのね。そうだ。高影がそうしたのは、毛利家の存続を第一に考えていたからだな。ちなみにこの時の養子が、関ヶ原で運命を分ける裏切りをした小早川秀明だぜ。そういうつながりがあったのね。関ヶ原の裏切りといえば、次男、元春の家も活躍したぜ。毛利家は関ヶ原の戦いでは西軍についていたが、元春の死後に吉川家を継いでいた息子の広家は、東軍に内通していた。それで広家は西軍の動きを妨害し、結果それが東軍の勝利につながったんだぜ。それもやっぱり毛利家を思ってのことだったのかしら。そうだな。広家は徳川家康が勝つことを予見していたから、なんとか味方になろうとしたんだな。でも結局は西軍だった毛利家はお家断絶の危機になる。それでも広家の懇願により、毛利家は断絶することなく続いたんだぜ。まさに三夜の教えを体現していたのね。そうだな。次のエピソードは内助の功の元になった、山内和豊の妻、千代の話だ。どういう話なのかしら？1581年天正9年、京都で行われた織田信長の馬揃えの時のことだ。馬揃えは信長と家臣たちが豪華な衣装に身を包み、名馬を披露するイベントだった。この馬揃えで出世したのが、山内和豊だぜ。どうして出世できたのかしら？和豊が誰も買えないほど高価な名馬を購入して馬揃えに臨んだからだ。和豊も信長に仕え始めたばかりでお金がなかったんだが、千代にそんな愚痴を話すと、自分の鏡箱に入っていた重量を渡したんだ。そんな大金を持っていて、渡してあげたのね。夫のために偉いわ。そして和豊はそのお金で購入した名馬で馬揃えに登場。
家臣の中で唯一その名馬を買ったことを信長に評価され、結果、和豊は戦国を与えられて出世した。これが内助の功の起源ってわけだ。なるほど、千代の支えが和豊の出世につながったのね。ああ、だが、この話には疑問が残るんだ。和豊だけでなく、信長の家臣たち全員が名馬を買えないなんてことはありえない。信長はすでに天下統一を目前に控えていたし、家臣たちもそんなに困窮していなかったはずだからな。まあ確かに全員が買えないってのはちょっと変よね。それに和豊は馬揃えの時点ですでに2000石を与えられた立派な武将だった。なので和豊はそこまで困窮してなかったと考えられるぜ。確かに、その点も少し疑問が残るわね。この話の出典は江戸時代の学者、新井白石の判官符だ。やっぱりこの後世の書物にも一部誤りや誇張があると指摘されているんだぜ。そうなのね。それなら、千代の逸話の真相はどうなるのかしら。一説によると、和豊が最も経済的に苦しんでいたのは、まだ400石も与えられていない時期だった。その時、千代が和豊の困窮を聞き、思い出したのが母からもらった鏡箱。どうしても困った時に開けと持たされたものだったらしいな。いかにも何かありそうね。そうだな、くまなく調べると黄金三枚が出てきて、それで軍備を整えることができたっていう話だぜ。実は千代が隠し持っていたお金は、彼女自身も知らなかったものだったんだ。これはこれでいい話だけど、やっぱり脚色されて伝わってたってことね。まあ、そんな山内和豊だが、武将としては優秀だったみたいだ。実際に豊臣秀吉に仕えて順調に出世し、掛川5万石を与えられた。さらに関ヶ原の戦いでは徳川家康に認められて、土佐藩主になったぜ。内助の功はあったけど、和豊自身の力量もあったのね。そうだろうな。じゃあ最後は名軍師、竹中半兵衛の美談だぜ。1567年A60 年に織田信長が美濃の国の稲葉山城を攻めた際に、敵側の半兵衛の優れた能力に目をつけた。それで豊臣秀吉を使って、半兵衛を家来にするよう命じたんだぜ。秀吉はどうやって味方に引き入れようとしたの？三国志に出てくる三個の霊と同じように、三度も半兵衛を訪ねて頼み込み。これに感激した半兵衛は、信長には使えずに秀吉の与力になることを承諾した。小説みたいな話よね。でも、三個の霊は本当なのかしら？いや、これも誇張の可能性が高いと指摘されているな。いずれにしろ半兵衛が優秀な軍師だったのは間違いない。剣術にも優れ、三国志時代の諸葛孔明の兵法消毒破するなど学問にも優れていた。信長、秀吉の家臣になった後も数々の戦いでその力を発揮していったぜ。どんな戦いで活躍したの？姉川の戦い、小谷城の戦い、長篠の戦い、中国攻めといった戦いだ。信長の重要な戦いにはしっかり参加しているな。まさに軍師にふさわしい活躍だわ。そうだな。そんな半兵衛も1579年天正7年の中国攻略中に結核で亡くなるんだが、陣中で死ぬこそ武士の本望と言って、最後まで戦場で軍師としての任務を全うしたんだぜ。武将としての精神も類稀だったのね。さらに黒田官兵衛を信じ抜いたっていう亡くなる直前のエピソードもすごいんだ。中国攻めの時に、敵に寝返った荒木村重を黒田官兵衛が説得しようとしたんだが、逆に幽閉されてしまった。その時、信長は黒田官兵衛を裏切り者とみなして、秀吉に彼の息子、小寿丸を殺せと命じたんだぜ。あらぬ誤解ね。だけど、信長に背いて半兵衛は小寿丸をかくまったんだ。どんな理由であれ、主君の命に背くのは一大事だが、それでも半兵衛は黒田官兵衛を信じたぜ。そして半兵衛が死んだ後、黒田官兵衛が救出され、彼が裏切っていなかったことが証明されたんだ。半兵衛が小寿丸を逃がしていてよかったわね。そうだな。それを知った信長と秀吉は、ほっとしたんだろうな。まさに軍師の鏡よ。こういったすごい実績や能力があるからこそ、後世で良いようにおひれがついて伝わったのかもね。そうだろうな。さて、霊夢、今回は戦国武将の美談の嘘について解説したが、どうだった？語り継がれる美談も、結局は江戸時代以降の後世で脚色されていたってことが分かったわ。でも脚色されるのは、いずれの人物もすごい実績があって、それに他の人が色をつけたかったのよ。まあ、そういうことだ。良い話だからこそ、美談で語り継がれていくのかもな。私の話も美談として誰かが脚色して伝えてくれるかしら。そこは私がしっかり事実を広めていくぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。
チャンネル登録、高評価もよろしくね。ご視聴、ありがとうございました。